かわいい血統シーの力、目ん玉かっぴらいて見さらせったんだこの野郎。こ怖えけど、喧嘩しちゃダメってママに言われてきたけど、みんなを守るためなら俺だって。頑張んな男衆、怪我したらすぐ治してあげるからね。魔物多すぎ。そうですね、兄様たちからは決して無理をしないようにと仰せつかっておりますが。はい、リリちゃん、この世界の皆さんとってもよくしてくれて、力になりたいって頑張りどころだって私もそう思います。はい、修行の成果今こそいっぱい出すよ。シャドウスプリット。リリさんたち、すごい。たくさんの分身で魔物たちを押し返すなんて。すごいけど。でも前は 2,3 人出すだけでしんどそうだったのに、10人以上も影を増やすとか。それだけ無理してるってこと？多分ね。私たちももっと戦えたらいいのに。リンドちゃん、ブルムちゃん、フェザーフォルクの子が羽を怪我しちゃったわ。手当てをお願い。はい。そうよね、戦う以外にもやれることはたくさんあるし。あ、もうブルム、あなたも手伝って。はい、姉さん。本当は私たち護衛役なのに、皆さんが倒し損ねた魔物たちを城の前でお掃除するだけなんて。大変に歯がゆく思います。あんたたち気持ちはわかるけど、でも見なさいよ、あの空中の魔法陣、まだまだ魔物降ってきてるでしょ。魔物の群れを呼び出しているあのフレイヤって人を止めなくちゃ。そのうち自利品になって負けちゃうってことですね。呼び出すだけでなく、大変巧みに魔物を操り陣を構えておりますね。迂闊に突っ込んでしまっては返り討ちでございます。ったく、めんどくさいやつね。私も似たようなことやったことあるけど。クルルちゃん、まだですか？よいしょよいしょ。カババン君1号2号3号4号ガーディアン&マジカリックパレードモード、おさわり防止庫安全バリアオンで、それからそれから
ライライル様が倒してくださってましたけど。おお、クロア、姫さんは無事かよ。はい、大丈夫です。お城に戻られましたので、お医者様にお手当てしてもらってると思います。私もまだまだ戦えますよ。ちょっと遠いですけど、ナイトさんからチャージしてもらってますし、ボルさんたちの方はどうですか？リリジョーちゃんたちが気張ってくれてるおかげで今んとこなんとかなっちゃいるけどな。うちの連中は喧嘩慣れしてねえし、どうにかして魔物の元栓閉めないことにゃ。ここは任せて下がってろ。おめえら皆さんしっかり、今お助けしますよ。くそ、ギリギリもいいところだな。これ以上余計なもんが来たら持たねえぞ。シャーク号という装甲車です。また来たの？なんつしつこいやつら。しかもこんな最悪なタイミングで。タイミングバッチシって感じ。1回目はこっち来たばっかでちょい油断しちゃったかもだったよね。2回目は遊園地の後で、2人分の王家の装備に挑むのは無謀だったかも。私は勝利の一杯に酔うのが好きなのに、クソまずい泥水をよくもすすらせてくれたね。それも2杯もだけど、これが3度目の正直ってやつだよ。ワクナ、フブキ、バンディシャーク号全速前進。はい、突っ込んできますよ。これでは城に乗り込まれてしまいます。止めなくては。シュバイン、クラップフェン。そんなヘナチョコ魔法で止まるかってんだい。ダメ、私に任せてください。無茶すんな、クロ。正面から行ったんじゃ、この前の俺の二の前だぞ。大丈夫です。私オートバトンなので、性能以上の無茶はできませんから。だから皆さんやライライル様にこれ以上無茶をさせないためにも、私フルパワー。残念でした。こっちもメカだけど馬力が違います。ごめんね、ワカちゃん、バンクちゃん、スキットちゃん、カーカスちゃん、いつも無茶させちゃって。フルブーストだ。引き殺してスクラップにしてやりな。タイヤの回転まだ上がって、クローチ。ライライル様、まだ戦えますね。もちろんです。今からあなたの新しい腕を送らせます。頑張って、私のシュバリエ。はい。
到着。ギガンティックアーム。さあ行くよ、プリンセスユースティアナ。おにぎり様、ありがとうございました。ピガーン。はいです、皆さん、ご無運ですです。妙な大ネズミを強化して加速させて、周囲には宝石魔法による防御膜を展開し、妨害への対抗とする。魔物の陣を突破しつつ、自身らの力を温存することには成功したようですが、その滑稽な様子には呆れるを通り越し言葉を失いますね。それに観念してくださいませ、フレイヤ様。魔物を止めなさい、あんた。さもなきゃそのクソメガネ以下の黒メガネごと頭をぶっ飛ばしてやるわ。あなたが魔物たちを呼び寄せるよりも私たちが攻撃する方が早いですよ。お初にお目にかかります、プリンセスユースティアナ。本来ならばあなたを処刑台にお連れしたいところでしたが。全力でお断りさせてもらいます。私にはまだやらなくちゃいけないこともハムハムしなくちゃいけないキャルちゃんも残ってるんですから。ちょっと後半はいらないでしょ、どう考えても。やらなくてはいけないことですか。それは美食殿のペコリーヌとして仲間を取り戻すことですか。もしくは革命で放逐された姫ユースティアナ・フォン・アストライアとして昏睡状態にあるプレイヤーを救出し、その功績を誇示することで離れた人心を収乱、ひいては失われた王国を取り戻すためですか。え、あんたどうしてそんなことまで。認識の修正食らってないってわけ。こちらの事情を知ってるだけではありません。あなたが刺激してる魔物はアストライア大陸の魔物ですね。それではこの世界に魔物を解き放ったのもあなたなのですか。もしそうだとしたら、なんでそんなことを。ずいぶんと質問攻めをしてくれますね。今ここで余裕あるうちに喋るか、牢屋で拷問されてゲロるか、好きな方を選ばせてやるって言ってんの。キャル様、そのような態度では売り言葉に買い言葉となってしまいますよ。いいのよ、先に喧嘩売ってきたのはあっちなんだから。ええ、カイザーインサイドの元プリンセスナイトの言う通り、宣戦布告をしたのはこちらです。あ、そしてグレートガイダンスの娘の問いかけに答えるならば、
確かにこの世界における魔物の調量バッグは私の手によるもの。状況証拠という言葉もありますし、言い逃れなどしません。目的は威力偵察といったところでしょうか。私もこちらの世界を知る必要がありましたので、争いとは無縁のひどく平和ボケした世界であることはすぐ分かりましたから、あわよくばそのまま王政を打倒できれば話は早かったのですが、私がアストライア大陸からわざわざ呼び寄せた魔物たちをどこかの誰かたちが丁寧に退治してくれたおかげで、そうもいかなくなってしまいました。それは悪かったわね。いい君ってやつだわ。やはりあなた方は愚かでどうしようもない存在だけれど、私にとって決して相入れない敵のようですね。私ではなく私たちではないのですか。これほど多くの魔物を操り違う世界から連れてくるなどと。いえ、一時的に空間の穴を開けるだけならともかく、今現在のように世界と世界を断続的ながらも常につながった状態にするなど、キングリープだとしても独力で行えるものではありません。軽眼ですね。その年にしてさすがといったところでしょうか。あなた方も知っている通り、現在のレジェンド・オブ・アストレムは見た目こそ以前のものと瓜二つではありますが、再構築以前と比べてひどく脆い。多少の心得さえあれば本来はアクセスできないリージョン、例えば新種族の検証環境だったものとのリンクを可能とするほどに。ミネルヴァの懲役以前の通常に運営されていたレジェンド・オブ・アストレムをバージョン1、懲役後のバージョン2を歪んだ世界とするなら、現在の再構築後の世界バージョン3はバージョン2のようないつまでも冒険が続くという願望によって支えられたものではない。集合的無意識の幻想に支えられた、いわば柱のない脆い家。私もあなた方同様、この楽園の夢を維持することに依存はないけれど、柱がないのならしつらえるべきでしょ。そのためにふさわしい存在、頂上の力を持つ者をすでに見繕ってあります。であるなら、その何者かが裏世界との接続を行ったフレイヤ様の協力者。その誰かにあなたはエリスさんやミネルヴァさんの代わりをさせようって言うんですか。世界を乗っ取っちゃうために。乗っ取る？いいえ、まだ序幕ではありますが、これは革命なのです。こいつずいぶんいろいろ喋るじゃない。簡単に折れるような玉には見えないけど。何？なんか急にめまいが。あなたの仕業ですか、フレイヤさん。私も頭がクラクラしてまいりました。成功のようですね。気の進まないおしゃべりを続けた甲斐がありました。確かに今の間合いならば先手を許すことになったでしょう。なので目立たないように少しずつ少しずつこの辺りの空気から
酸素のみを別の場所に移送しました。知らないうちに酸欠にさせられたってこと？当然私にも少し影響はありますが、気構えできないあなた方と違って呼吸を整えることができましたし、この隙に間合いを取り魔物たちを呼び戻すには十分です。残念。ではか、風の精霊の皆様、私たちの周りの空気を吹き飛ばして入れ替えてくださいませ。ありがとうございます、コッコロちゃん。でも回復魔法使ってもすぐに元通りってわけにはいかないみたいね。形勢逆転ですね。あなた方と違って、私からこれ以上聞きたいことなどありません。正義の名のもとに処刑を執行します。バンディシャーク号が空から落ちてまいりました。余計な真似を。ナイトさーん、すみません、大きい腕でジャイアントスイングしたらエネルギーを使いすぎちゃったみたいで、チャージお願いし。ありがとうございます。いいでしょう、まとめてスクラップにして差し上げます。あ、魔物さんたち急に元気になっちゃいましたよ。これは負けてられません。もっともっと強化をお願いします。全力超全開プリンセスバリアント。まだまだ。うわぁ、もうしつこいっての。アビスバーストは望むところです。わあ、取られた魔法石、また魔物にされちゃってますです。抑制の絆風、パッチ。おお、雲の糸にロケットパッチが絡まっちゃいました。あの雲、ただでさえ面倒だったのにパワーアップされてもっと厄介になってるわね。この程度で驚かれてもらっては困りますね。魔物の補充もまだまだ可能ですよ。こっちもまだ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 です。こんなピンチ今まで何度も切り抜けてきたんですから。うちだ、ふぶき。死んじゃえ。バカ
んたち、もうちょっとだけ頑張ってね。ったく、あんまり私らを舐めるんじゃないよ、腹ペコ王女ども。舐めてないですけど、後にしてもらえませんか。今とっても忙しいところなので。そういう態度が舐めてんだってのさ。ったく、盗賊ギルド、バンディシスターズ、こちらはあなた方と敵対するつもりはありません。ユーステアナの王家の装備が欲しければどうぞ差し上げます。その代わり一時的に共同としませんか。こちらに手を出さない約定だけでも構いませんが。ああ、どこの誰だか知らないが、私に指図するんじゃないよ。それにあんたからもいい匂いがするね。レアな宝の匂いってやつがさ。姉さんってば無鉄砲すぎです。いいじゃんいいじゃん、ド派手にかましちゃおう。愚かな欲の皮が張った結果、取れる宝と命を投げ捨てるとは。また上空の魔法陣から魔物が。まだまだと言ったでしょ。あなた方を押しつぶすなど、こちらにとっては。兄様、皆様、地産になりました。もうシャドウは出せませんけど、皆さんの盾になるくらいなら。うん、頑張る。いえ、ここは引くとしましょう。え？改めて確実にあなた方を全滅させられるよう、拠点に戻り準備をさせていただきます。追ってくるならどうぞご自由に。もっともジオゲヘナはこのジオテオゴニアのように甘い世界ではありませんが。消えちゃった。空間っていいじゃない。一瞬だけ次元の穴を魔法陣で開いて違う世界に渡ったのね。器用な真似するやつだわ。あの人、プレシアちゃんを気にしてたみたい。でもどうして。力の差を見誤ってるのに気づいて尻尾巻いちまったわけかい。メガネなんざしてるやつは目が曇ってていけないよ。悪口の主語が大きすぎです、姉さん。んじゃ、お次は今度こそ雑魚お兄さんたちを雑魚雑魚のボコボックにしてあげちゃおっかな。そうはさせません。リリ様、お気をつけを。バンディシスターズだけでなく、まだ魔物も大量に残っております。皆様、あとはお任せを。ナイラール様？プリンセス・ライラール、へたばって引っ込んだんじゃなかったのかい。皆が力を尽くしているというのに、あれ式の負傷でいつまでも休んでいることができましょうか。それに侮るな、奸賊メガ。貴様らごとき土肥の風情に何畳をもって逃げ隠れするゆえなどあろうか。そっちこそなめんじゃないよ。
シャークキャノン対空砲火。騎士、何を放けている。私とクローチェに強化を行使なさい。ありがとうございます。よーし。あ、やば、バカラガード。ふぶきちゃん、ギガンティックロケットパー。白雷夜天、流れ星。奸賊らは打ち漏らしたか。甚だ豪腹ではあるが、皆大義であった。ひとまず褒めて使わそう。ありがとうございます。ライラエルさん、傲慢モードからなかなか戻らないですね。王家の装備の反動ということでしたが、ひょっとしたら当面このままなのかも。みなさん、あ、メイドラお姉さんたち、無事に終わったみたいですね。お疲れ様でした。リンドちゃんもブルムちゃんも後方支援ご苦労様でした。いえ、皆さんに比べたら全然大したことは。あ、ライライル様、その、リンド、それにブルム、お前たちはこのライライルの従僕という立場もわきまえず、民を逃がせという命に背いたな。それは、はい、大変申し訳ありません。お叱りはいかようにも。では望み通り裁きを言い渡す。ちょっと待ってください。リンドちゃんたちはライラエルさんのために。ペコリーヌ姫、それこそ不遜というものである。何時も国主であるなら理解すべきであろう。いかに理不尽な命であろうと、それに背くは従者にあるまじきこと。ひいては命を下した者の顔に泥を塗ると同義なのだと。おっしゃる通りです。覚悟はできてます。よろしい。ではリンド、ブルム、この勝利を祝し、国を挙げて盛大な宴の用意をするように。ライラエル様、もう次は本当に起こりますからね。でも皆が無事でよかった。はい、ライラエル様も無事で何よりです。ふぅ、お咎めなしみてえで安心したぜ。隠れてたんですか、ウォルさん。かっこ悪。普通に手当てしてもらってて遅れただけだから。
俺様も本当頑張って戦ってたのよ、必死にさ。魔物はいなくなったみたいですけど、あの宣戦布告をしてきた人は。申し訳ありません、フレイヤ様を捕獲することはできませんでした。無念。あの方が一連の事態の黒幕と見て間違いないのですよね。魔物を操ったり空間に穴を開けたり、他にも色々と暗躍していそうでしたね。クルルの魔法石も持ってっちゃってるみたいです。追ってこれるなら追ってこいとおっしゃっていましたが、別の世界に逃げてしまった模様で。別の世界っつうとジオゲヘナか。たまにこっちとつながることがあって魔物が流れ込んだりしちまってるが。キッサンとこの世界とつながる空間の穴に比べると頻度低いし、移動法とかちゃんと確立されてないんですよね。少なくとも私たちが知る限りだと。フレイヤさんは魔法陣を空中に描いて空間をつなげてるみたいでしたけど、ケルちゃん同じのを描けますか？いや無理よ、魔法陣って細かいとこまで同じじゃないとダメなのよ。ぼんやりとは覚えてるけど一瞬だったし、書き順とかも大事だし、目で盗んで同じの書くなんてよっぽどの天才でなくちゃ。書けるよ。プレシアちゃん本当ですか？うん、見て覚えた。書き順も。まあさすがはプレシアさんですね。でも魔法陣書いたことない。やってることはすごいのに基本中の基本が抜けてんのね。キャルさん、プレシアちゃんに魔法陣の書き方を教えてもらってもいいですか？うん、しょうがないわね。特別に教えてあげるから感謝しなさいよ。感謝。プレシア様の魔法陣がうまくいったら、探索の範囲を次なる裏世界ジオゲヘナに広げられるのですね。え、ナイトさんたちジオゲヘナに行っちゃうんですか？そんな。クローチェ、気持ちはよくわかりますが引き止めてはなりませんよ。騎士たちには大事な目的があるのですから。でも、ま、坊主たちも今すぐ出てくってわけじゃねえみてえだしよ、ゆっくり名残を惜しむ時間くらいはあるだろうさ。リンドやブルムたちがまた宴会の用意をしてくれるらしいしね。ワルさんも手伝ってくださいね。さもなきゃ城の入り口で玄関マットやってもらいますから。猫使いあれえな。おい、後ろ髪を引かれる思いはつきませんが、残り少ない時間を大切に過ごしましょう。どうかお付き合いくださいね、騎士。バンディシスターズ、それにアゾールド上級捜査官の娘、イレギュラーなことは多くあったけれど、これだけわかりやすく誘導すれば模索時アキラのプリンセスナイトたちもこのジオゲヘナを目指すはず。長くかかったオルペース計画の第一フェーズは
それでようやくクリアか。もっとも、これから先も決して平坦な道とは言えない。ジオゲヘナの側でもイレギュラーは発生しているし、レディ・アラクネ以外のシックス・カラミティのせいで前途は多難ね。本当は今回の戦いでプリンセス・ユースティアナだけでも始末できていればよかったのだけど、でも私は決して諦めない。世界を革命するために第2フェーズはひとまずヒステリックなクライアントに頭を下げることから始めましょうか。してて、とってもよく効くお薬だからね。すみません、おばあさん、手当てをしてくれてありがとうございます。いいのよ、あなたたちファンファンファームに来てた魔物をやっつけてくれたしね。別に私らが落っこちてきたところにたまたま魔物がいたってだけの話さね。またまた謙遜しちゃって。あ、そうだ、私の作ったミックスジュースいかがかしら。自信作なのよ。私らは盗賊だよ。欲しけれ奪う、そんな施しなんて受けるもんか。酸っぱくて疲れがスーって抜けてくみたいで。あー、バカなね、ずるい。僕も飲む飲む。はい、担当上がり。ザーク、あんたたちと来たら。姉さん、これからどうするんですか？別に王家の装備を諦めるってわけじゃないが、甘ったるいジュースにゃもう飽き飽きだ。おいしいのに。お子様にはそれでいいかもしれないけどね、もっと刺激的で私の喉を潤してくれるような、そういう飲み物のある場所に行ってみるとしようかね。グルメチェイサー号を通せるようにしたかったから、空間の穴も結構大きくしなきゃだったし。改めて、おにぎり様もハッピー様もよろしいのでしょうか。生まれ故郷を離れることになってしまいますが。私たちはもちろんとっても嬉しいですけど、絶対無事に戻ってこられるような保証はできないんですよ。おう、うん、一緒。私もご一緒したい気持ちはとってもとってもあるんです。でもポポおじいさんにスペアボディを作ってくださいって言ったら無理って断られちゃいました。私の手じゃ指切り幻満はできないですけど、絶対絶対約束ですよ、ナイトさん。お友達とのお別れってこんな気持ちなんですね。私の心に悲しむ感情があって、視覚センサーに排水機能がついてたらきっとワンワン泣いちゃってました。クロさんの代わりに姉さんが泣いてもいいんですよ。キッさんたち行かないでって。
泣きません。もうまったく、やっと言ってくれるんですね。この数日ずっと送別会のお祭り騒ぎで、用意する方の身にもなってほしいです。リンド様もブルム様も大変お世話になりました。お二人の働きぶりは従者としてとても勉強になりました。それほどでも。ムルムはこっそりサボってたでしょ。もう。それと、グルメチェイサー号にはお弁当や保存食は詰めるだけ積みましたけど、でもジオゲヘナで皆さんの口に合う食べ物が手に入るかわかりませんし、だからその皆さんお腹が空いたらいつでも帰ってきてくれていいんですからね。それリンドの言う通り、皆様、このキャッスル・オブ・パルフェを第二の我が家と思って気軽に訪れてくださいね。ですです、必ずまた遊びに来てくださいです。グランドリームパークも頑張って直しますですので。というかお礼も全然できてないですし、騎士、お礼というには足りませんが。わあ、すっごく綺麗なキャンディーです。こちらは飴玉ではなく天使のアミュレット、ピエスモンテピラーや私の王家の装備に次ぐこの国の宝です。微力ではありますが、魔法の心得がなくとも持っているだけで呪いなどから身を守る助けとなるでしょう。この国を守るために尽力していただいた皆様への恩を返すにはまるで足りませんが、ほんの気持ちとしてどうか受け取ってください。名残惜しい気持ちはつきませんが、ジオゲヘナへとつながる次元の穴もうまく開くことができたようですね。バッチリ。皆さん、絶対絶対また来てくださいね。もちろんです。ジオテオゴニアの美味しいご飯まだまだ食べ足りないですし、まだ訪れていない場所、行ってみたい場所もたくさんありますからね。案内しますから必ず来てくださいよ。どうぞ幸運な旅を。変なもん食って腹壊すんじゃねえぞ。あっちには私のいとこもいるはずなので、会ったらよろしくです。皆さん本当にお世話になりました。行ってきます。ピギュピギュー。ジオテオゴニアか。最初はヘンテコな場所ねって感じだったけど、とっても甘くて美味しくて楽しい世界でしたね。はい、それに皆様心優しく大変気持ちの良い方々でした。そうですね、おにぎりちゃんやハッピーちゃんも仲間に加わってくれましたし。ピッ。次も楽しみ。そうですね、ジオゲヘナとはどのような世界なのでしょうか。どんな出会いがあるんでしょうか。どんな美味しいものが待っているんでしょうか。とっても楽しみですね。それに、はい、今度こそ次のジオゲヘナでこそロストしてしまった人たちの手がかりを見つけられますように。パパ、行けー。
ピギュ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 よギュ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 ピギュ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 到着なんていうか、ランドシャルともジオテオゴニアとも雰囲気違うわね。この世界にはどんな美味しいものがあるんでしょうか。ん？プレシアちゃん、魔物の匂いはします？はぁ、いっぱい。どちらからですか？あっちも、こっちも、全部強そう。あと、燃えてる。逃げてんじゃないわよ、あんた。お待ちくださーい。もう、なーに？不満っぽい顔しちゃってさ、いつもはあるものがなかった気がするって？少し先の手がかりみたいなのが？私、何のことだかわかんない。っていうか、はい、お疲れ様。ジオテオゴニアでの冒険、
一段落したみたいね。どうだった？楽しかった？次からはジオゲヘナって世界での冒険なんだって。すごい。でもでもあんたも疲れてるでしょうし、ちょっと休んだ方がいいんじゃない？遅めの夏休みみたいな。サイはね、いろいろあんのよ、こっちにも。ま、そっちも大変だったってことくらい理解してあげなくもないけどね。なんか敵にうさんくさいメガネ増えたし。てかあれ、私的にはダメだわ。ジョブ的にも怪しいし、腹ん中じゃなんか抱えてそうだしさ。ティオ、何のことだかわかんない。私のことは別にいいのよ。それよりか、宿題の答え合わせしましょっか。あんまり引っ張ってても次の話ができないしね。じゃ、どうして認識の修正が必要なのか、わかった？頼むよ、俺の耳を返してくれよ。一緒に帰りましょう、私たちの国ランドソルに、ユースティアナ王女様。なるほどね。ラビリスタさんは手を打とうとしてたけど、ログアウトがあまりにも緊急だったせいで、多くのプレイヤーはカテゴリーイエロー、もしくはレッドになってしまったわけか。はあ、もうトニー、ダメね。霞ってこの推理はまあまあ当たってるけど、あの時点じゃリアル側からの視点しかないから、大事なネタが抜けちゃってるみたいなのよね。確かに今のレジェンド・オブ・アストルムには出戻りの人もいるし、例のクレープ食べてなくてロストしてない人には現実に戻れずにランドソルとかで暮らしてるままの人もいる。でも今のレジェンド・オブ・アストルムが再々構築の前の世界とそっくりなのは、そういう人の認識の修正を食らってる人のおかげなの。だってみんなで同じ夢を見てるおかげで、世界の管理者が眠りについた今でもかろうじてそれっぽい運営がされてるんだから、もしその夢が崩れたら、前の世界からアストルムの形が変わったら、ダイブしてるあんたたちがどうなるかわかんないのはもちろんだし、前の世界でロストした人たちだって助けられなくなる。ただでさえほとんど不可能みたいなもんなのにね。おお、もちろんそっくりなのは側だけで、今と前で違うところもあるけどね。例えば、あんたが死んでもリセットはもうされないってこととかね。だからまあ、あんま無理すんじゃないわよ。あんたが死んだら、私も悲しいし。だって、からかう相手がいなくなったら、つまんないもんね。ほんと、体には気をつけなさいよ。無理したくなる気持ちは、わからないでもないけど、ね。キャルちゃんの通ってたっていう予備校、潰れちゃってるみたいですね。アニメショップやハンバーガー屋さんとか
キャルちゃんとあなたが現実で会った場所は全部巡ってみましたけど、これでもう手がかりになりそうな場所は、学校も椿ヶ丘の駅から少し遠いってことしかわからないんですけ、それだけじゃさすがに絞りきれないですね。私たちがログアウトできてるんですから、キャルちゃんだけログアウトできてないってことはないと思います。他にも連絡がつかない子たちはいますけど、キャルちゃんの場合ご家庭の事情がなんだか訳ありみたいで心配ですね。ひょっとしてミミを、おいてめえら、今ミミの話してたよな。っていうかてめえらの持ってるそれミミだよな。あなたは、頼むからそいつを譲ってくれ。金なら払うからよ。いや、そんな持ってないけどよ。俺の耳は病院で目を覚ましたら取られちまってて、でもどうしても必要なんだよ。ミャーゴちゃんたちに餌をやんなきゃなんだよ。分かってる、ゲームだって分かっちゃいるが、けどよ、あいつらが腹すかして今頃泣いてるって思うと、俺はこの人、かすみちゃんが言ってたカテゴリーイエローの人、レジェンドオブアストルムに帰りたがっている人。カテゴリーなんだそりゃ。いいから早く譲ってくれ。な頼む。ダメです。あなたの気持ちすっごくわかりますけど、私にとっても絶対に必要なものなんです。そもそも耳がないと日本語でお話しすることもできないですし。ごちゃごちゃ言ってんじゃねえよ。俺はマジなんだよ。譲ってくれねえってんならぶん殴ってでも。メリケンソック、よーくらえ、魔物退治で鍛えた一撃。うっ、いってぇ、俺の手の方がいてぇ。なんだこいつ、手連れできてんのかよ。ここはゲームの中じゃない。そんなもんつけて殴ったら怪我じゃ済まないだろうが。おいおい、ピンシャンしといて何を。失礼しやした。混乱する時期とはいえ、治安の悪化は深刻だな。すみません、助かりました。おう。というか大丈夫ですか。お腹を思いっきり鉄の塊で殴られちゃってましたけど。ああ、鍛えてるんでな。いや、いらない。市民を守るのは義務ってやつで。この人。と、電話だ。じゃあお前さんたち、物騒だからあまりフラフラしてるんじゃないぞ。あなた、こっち。うす、グルーの上級捜査官。やあロランド、なかなか愉快な事態みたいじゃないか。モニタリングしてたと思いますが、すみません、打ちどころが悪かったらターゲットが死ぬとこだったんで、つい。君らしくもない。いや、君らしいミスと言うべきか。波を立てろとは言ったが、これでもう尾行は続けられないな。うす、本来なら処分の一つも検討するところだが、朗報だ。フェイスレス側の経過が進み、
宿上局長からのゴーが出た。ターゲットを捉える方法は君に任せるよ。ただし、あまり傷つけないよ。いいかな？了解。すみません。助かりました。私は何もしてないさ。ただ君自身の幸運と、そんな星のもとに産んでくれた両親に感謝することだ。逃げたか。なかなか判断が早いじゃないか、元王女。この体だと走るのちょっと遅く感じますね。しょうがないですけど。キャルちゃんがいたら飛行魔法で逃げるの手伝ってくれたんですけどね。でもないものねだりしてもしょうがないです。とりあえずどこか隠れられる場所に行きましょう。とりあえず追ってきてないみたいですし、人目もないですし、この辺まで逃げれば大丈夫でしょうか。さっきのあの人、初対面ですけど、私の国の軍人さんとか、SP の人とかと同じ匂いがしたんです。多分ですけど、荒事のプロですよ、あの人。ずっと私たちを尾行してたのかもしれません。でも、不良の人に絡まれて、私が怪我しそうになったから、とっさに出てきちゃったとか、そういう感じなんでしょうか。どうでしょう。確かに敵意とかはありませんでしたけど、ああいうタイプの人って感情とか関係なく、命令があれば何でも機械みたいにこなしちゃうと思うんです。そういう風に組織的に訓練されているから。私一応は死んだことになってますけど、そういうどこの組織の人かもわからないような相手からは姿を隠せるなら隠した方がいいって、そう思いました。でも、やっぱり甘かったですね。こんなに早く手が回ってくるなんて。これじゃ、あなたにも迷惑が。え？お、嫌ですね、もう。こっちでもあっちでも他の誰よりも頼りにしてるに決まってるじゃないですか。だってあなたなんですから。あのですね、私ログアウトしてからずっと考えてることがあって、レジェンド・オブ・アストルムに出資した国の王女として、ランドソルのプリンセスとして、いいえ、ただの一プレイヤーとしても、かすみちゃんの言っていたカテゴリーブラック、あの世界からまだ帰ってこれていない人たちを助けたいんです。もちろん方法なんてまだ全然わからないですけど、どれだけ大変でも、たとえもう一度あの世界にダイブすることになっても。はい。でもこれまで何度もすごいピンチはありましたけど、私とあなただけじゃ乗り切れませんでした。だからまずは絶対に信用できる仲間のみんなとキャルちゃんたちと合流しないと。悪いがそうもいかない。え？あの人は。改めて自己紹介をしておく。俺は国際警察、ウォーロックのサージェント、ロランドだ。さっきは思わず顔を出しちまったが、ちょうど上からゴーサインが出たんでな。挽回も兼ねて、ここでお前さんたちを拘束させてもらう。そういう
けには。さっきも言ったが、ここはゲームの中じゃない。腕っぷしでどうにかなると思うなよ。だから抵抗はしないでくれ。昔の先輩からの教えでな、子供相手に手荒なことはしたくないんだ。でも、ロランド捜査官、命令通り包囲と人払い完了しました。ご苦労様です。護送車は現着です。経路の確保も指示通りに。こんなに人が。完璧に囲まれちゃってます。ではご同行を願う。ユースティアナ元王女、そしてモサクジアキラの少年も。キャルちゃん、助けてください。キャル様、どうかお力添えを。キャル、まったくしょうがないわね。あんたたちってば、私がいないと何にもできないんだから。行くわよ。グリムバースト、いつまで寝てるの、このバカ娘。いった、何すんだクソババア。クソババアですって。親に向かって、その口ぶりは何、何なの。どこでそんな言葉を覚えたのかしら、このバカは。ふざけてるんじゃないわよ、殺すわよ。夢、違う、これが私の。信じられない。半年も寝たきりになっても見捨てないでやったのに。誰の将来を考えてお金出してあげてたと思ってるの。ゲームなんかに夢中になって全部無駄にしてくれて。返して、あんたに使ってやったお金返してよ。私の人生返して。返してよね、早く早く早く。うわー、もういや。最低よ。どうして私こんなに不幸なの。私ばっかり。そうだ、これが私の現実。この人が本当の私の家族。あいつらは夢だったのかな。私が現実逃避で妄想した都合のいい夢だったのかな。ペコリーヌ、ゴロスケ、シェビー、それにあんた。いい夢だったな。どうせ覚めちゃうなら見たくなかったな、あんな幸せな夢。私がこんなことしなくちゃいけませんの。何でも何もクレジッタさんが2つ返事で引き受けちゃったからでしょ。ジオテオゴニアの復興予算の財務処理。あれは
ちょっとしたリップサービスで申し上げたまででしてよ。そう、ほんの社交辞令、ジェネリックプラティチューズですわ。そうなんですか。私はてっきりペコリーヌさん直々のお願いでしたから断れなかったのかと。見くびらないでくださいまし。私とて今や一国の財務を預かる身ですのよ。女王にほだされて安請け合いをするほど甘っちょろくはありません。ですが、よもやよもや他国の行政官に内部情報を開示するような甘ちょろ国家がこの世に存在するとは思いもしませんでしたし、それより何より復興を真摯に願う陛下の御心に寄り添うためにも、二つ返事で OK しちゃったと。そこからは早かったですね。あれよあれよと話が決まって、こうして会場まで用意してもらえて。ええ、ご覧のありさまでしてよ。城の前には長蛇の列、朝っぱらから書類仕事。私にとってはいつも通りですけどね。と言っても文化圏が違うせいか書式はちょっと独特ですけど。そこですわ、それですわ。どうしてこの国、貨幣にコインチョコやクッキーを使ってますの。何度見てもお菓子のレシピにしか見えませんわよ。あ、すみません、クレジッタさん、先ほど確認いただいたこちらの書類なのですが。なんなに、急に何ですの。計算ミスでもありまして。ここで言うクッキーはチョコチップクッキーなので、クッキーの10倍の価値で計算し直してください。チョコチップ、とんだ引っ掛け問題ですわね。屈辱ですわ。曲がりなりにも元商人であるこの私が。あとこちらのチョコミントの予算ですが、その年度におけるアリ派ナシ派の得票率によって価格相場が変動するそうでして。んなこと知ったこっちゃありませんわ。というかチョコミントはこっちでも賛否ありますの。これほどクソどうでもいい豆知識もちょっとないですわね。他国の文化なんですから下品な表現しちゃダメですよ。まあそういうことなので修正お願いしますね。私の分は終わったので、お先に昼休憩いただきます。なんですって、あの書類の山を小一時間で。ええ、書類仕事は慣れていますし、ルールさえ分かれば割と楽に片付けられますよ。私のプライドを傷つけておいて涼しいお顔ですこと。覚えてらっしゃい、クソメガネ、目にもの見せて差し上げますわ。まず先にこのチョコミント書類を料理してからですけど。はあ、こんなことになると知っていたら秘書一号を引きずってでも連れてきましたのに。どうかどうかお願いしますでさん。いやー、今度は一体何なんて、道芸さん。お時間に間に合わなかったことは重々承知で、でもそこをなんとか、遊園地再建に愛の手を。なっ、部屋に飛び込むなり畳んだ膝を滑らせ、上体を柔らかくしならせつつの鮮やかな五体投地。私も土下座させるのは大好きですし、ついでにその昔は生きるために土下座したことだってありますけども、ここまで見事な土下座っぷりはなかなか。見るだけじゃなくて話を聞いてあげましょうよ。あの、一体どうされたんですか。ごめんなさい、大急ぎで来たんですけど間に合わなくて。一旦落ち着きましょう。そのご様子だとお話をするどころではありませんから。あの私クルルと申しますです。グランドリームパークっていう遊園地の支配人もやってまして。グランドリームパークというと、少し前にペコリーヌさんたちが魔物を倒して奪還した施設でしたね。はいです、皆さんのおかげで魔物は追い払えたですけど、乗り物とかはまだボロボロめちゃくちゃのままで。でもここに来たら何とかしてくれるって聞きまして、大急ぎ
で書類書いたのに、書いたんですけど、うたた寝しちゃって。受付、やっぱりもう終わっちゃったですか？確かに午前の部の受付は終わってますけど、午後の部もありますので、ゆっくり来ていただいてよかったんですよ。そうなんですか？ごめんなさい。私また早とちりで、また後で来ますです。あ、待ってください。せっかくご足労いただいたことですし、いいですよ、特別にこの場で受け付けましょう。本当ですか？ありがとうございます。ちょっと何勝手に仕事増やしてくれちゃってますの？私はやりませんわよ。では私が担当しますか。陛下が自ら魔物と戦って救った遊園地ですし、その復興を手伝えるなんてとても光栄です。作詞ですわね。上等でしてよ。さっさとその書類をおよこしなさい。はい、どうぞどうぞ、よろしくお願いいたしますです。ああ、またやたらと枚数が多いですわね。何なんですのこのへったくそな字は。幼稚園児でももうちょっとマシですわよ。もうクレジッタさん、さすがに失礼ですよ。まあ確かに個性的な筆跡ではありますけど、そもそもこれ必要なものを箇条書きにしただけじゃありません？復興計画をお夕飯の買い物メモか何かと勘違いなさっているのではなくて？すみませんです。ずっと数を数えてましたら頭の中に羊の団体さんが来ちゃって。却下ですわよ、却下。まともに書けるようになってから出直しておいでなさい。そんなです、私の遊園地どこもかしこもボロボロで、これから一体どうしたら。そんな捨てウサギのような目で見られましても。大体様式も守っていない書類ではこちらも対処しようがありませんわ。まあまあクレジッタさん、そう言わずに。クルルさんもそんな世界の終わりみたいな顔しないでください。私とクレジッタさんで書類の作り直しを手伝いますから。幸い必要なものはちゃんと書かれているみたいですし。さりげなく私を含めないでいただけませんこと？そもそもこの仕事自体手伝うのは今日限りでしてよ。秘書一号を呼んだら一足お先に帰らせて。そうですか。では陛下にもそう申し伝えておきますね。慎んでお手伝いさせていただきますわ。そちらのお席におかけになってくださいまし。はい、確かに受理させていただきました。お疲れ様です、クルルさん。ありがとうございますです。何から何までお世話になって、お二人にはもう感謝感謝で。お安い御用でしてよ。我が親愛なるユースティアナ陛下より仰せつかった復興支援のためですもの。ですがこれきりにしてくださいまし、二度目はなくってよ。クレジッタさんはこう言ってますが、私たちでよければいつでも相談しに来てくださいね。まだまだ大変でしょうから。はいです。それでですね、お二人にはぜひぜひこれをもらってほしいです。助けてくれたお礼とお近づきの印で。ま、なんて大きな宝石。騙されませんでしたよ。この世界のことですし、きっと飴玉か何かでしょ。そうに決まってますわ。飴玉ですよね。ありがとうございます、クルルさん。午後の仕事が終わったらいただきますね。あの食べちゃダメです。ごめんなさい。やっぱり食べられる方が嬉しいですよね。食べられる方、食べられない方の飴玉なんてものがありますの？毒を盛るには向いてないと思うのですけれど。
今鑑定してみたんですけど、これって本物の宝石じゃないですか？ふーくすくす、カリンさん、メガネが曇ってるんじゃありませんこと？こんな大粒の宝石、本物ならどれだけの値がつくことや。ら、これマジもんじゃありませんこと？そんなはず、アメ玉に決まってますわ。甘くないですわ、むしろ心なすかしょっぱいですわ。カモは急いで走ってきたので、ただの魔法石でして甘くなくてごめんなさいです。今すぐアメヤさんに行って代わりのものをもらってきますですので。待て待て、お待ちになって全然構いませんことよ。私、甘くもしょっぱくもない石ころ超好きですの。気が合いますわね、あなた。本当ですか？そんなに喜んでもらえるなんて、私も嬉しいです。それでそれで、ちょっとしたご相談なのですけれど、この石ころって他にも種類がありまして、あるなら見せていただけませんこと？はいです、たくさんありますですよ。好きなだけもらってくださいです。よいしょよいしょ。ダイヤモンドにルビー、サファイア、エメラルド、来てよかった、ジオテオゴニア、これぞ我が世の春ですわ。すごい、どれも見たことない大きさです。それに一つ一つ魔力が込められているみたいですね。量はまちまちですが。そうなんです、ですグランドリームパークの乗り物を動かしたり、マスコットのカババン君に変身できたり、とっても便利なんです。おお、マスコット、バカおっしゃいな。そんなもの、着ぐるみと中の人を金で用意すれば済む話ですわ。これをランドセルに持ち帰れば億万長者でしてよ。いえ、クレジッタさん、さすがにこれは受け取れませんよ。仮にもこの仕事は公務の一環で、その見返りにこんな高価なものを受け取ったら収賄の疑いは免れません。何をおっしゃいますの、カリンさんが黙っていれば済む話でしょう。私たちは余計な仕事をこなしてちょっとした対価を受け取っただけですわ。ちょっとばかり綺麗なだけの石ころをね。いいえ、特例の業務だからこそしっかり報告させていただきます。後々外交問題に発展する可能性もありますし。はぁ、お堅いですわね。これだからお役人は。そんな減らず口はこうしてやりますわ。え、わぁ、わぁ、カリンさんがカーブバン君になっちゃったです。その応用でお持ちの魔法石にちょぴっと魔力を流し込んで差し上げましたのよ。カーリンさんたらなんてお可愛らしいのかしら。プープープーのプーですわ。あの安心してください。多分何時間か経って魔力が切れたら元に戻りますですので。数時間もこのままなんですか？困ります。もうすぐ午後の部の受付が始まるんですよ。あら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 、もうそんなお時間ですの？なら善は急げですわ。苦難に見舞われ不安に苛まれている方々をお待たせするなんて酷ですものね。待ってください。こんな格好で人前に出るなんて。お待たせいたしましたわ。復興事業の書類をお持ちの皆様、受付はこちらですのよ。一列に並んで順にお越しになってくださいまし。おお、ありがてえ。ここに来れば村を立て直す物資を都合してくれるって聞いて。お、
お、なんだありゃ。なんかマスコットみたいなのが立ってるんだが、あれに書類を渡せばいいのか？あそこにいるのは復興事業のマスコット、名付けてカリリンちゃんでしてよ。カリリンちゃん？へえ、なんだか書類がどうとかこうとかでもっと小難しい話されるもんだと思ってたが、遊園地みてえで面白いじゃねえか。世話になるぜ、カリリンちゃんよ。はい、どうぞこちらへ。ごめんなさい、ごめんなさい、私の魔法石のせいでカリンさんを困らせちゃって。いえ、クルルさんが謝ることなんてありませんよ。それに皆さんにも親しみを持っていただけたみたいですし、復興のためと思えば。そうですとも、そうですとも、お越しになった方々にも大人気でしたものね。この大評判の大盛況、きっと陛下もお喜びになることでしょう。さてと、私はそろそろ失礼いたしますわね。先ほどの宝石は全部私がもらって差し上げますわ。ガリンさんはいらないようですから。ではでは。クルルさん、すみませんが、私にも一つだけ魔法石をいただけますか？あ、受け取ってくれるんですか？もちろん、どうぞどうぞです。ありがとうございます。えい。ちょっとあなた、一体何をするおつもり？うわっ、これどうなってますの？これ宝石、宝石の中。ちょっとカリンさん、ここから出してくださいまし。いえいえ、ご遠慮なさらず。そんなに宝石がお好きなら、その中でしばらくくつろいでいてください。私はお先に失礼しますね。おまちになって、一旦話し合いませんこと。私といたしましては、復興事業の一助になればと、そう、よかれと思ってしたことですのよ。それとクルルさん、とても素敵な贈り物ではありますが、やはり宝石は全部お返ししますね。私は職務を果たしただけなので、お気持ちだけで結構です。え、また全部戻ってきちゃったです。ほんのちょっとでも何かお礼がしたかったですけど。なら、この辺りでおすすめのお店を教えてください。よければご一緒にお食事しながら、今後の計画についてもお話ししましょう。はいです。でもクレジットさんはあのままで大丈夫です？いいんです、彼女は宝石が超好きですから。確かに超好きですけれど、自分が宝石になりたいという意味ではありませんのよ。いいから早くここから出しなさい。って、二人ともお待ちなさい。私が悪かったですわ。ちょっと聞いてますの？お願いです。ミラクルマホリン、クルリンパー。よーし、川辺に集まってた魔物は
一通り退治できたね。これでみんなも一安心やね。あとはゆっくりマカロンのお花を眺めながらピクニックでも。あ、あのママのまだ動いて、魔法避けるさ。あ、カオリハン、どうしてうちに抱きついて。もうママのは限界のはず、攻撃さえかわせれば。二人とも怪我なくてよかったな。それにしてもこの川、流れとるのは水やのうてサイダーやろか。口の中がシュワシュワするわ。このまま乾いたら大変なことになりそうさ。ピクニックはまた今度だね。そうやな。ひとまずキャッスル・オブ・パルフェに向かいまひょか。リンドハンたちのお言葉に甘えて。魔物退治で体が汚れたりしたら城の大浴場を使ってください。一応皆さん客人なので。お湯は日替わりで、ミルクとかジュースとか直前まで決まってませんけど、どんな変わり種でも文句言わないでくださいね。この国のお風呂デージ楽しみさ。今日はなんだろう、シークワサージュースとかかな。どうやろな、行ってのお楽しみやね。それにしてもお菓子の国に魔物なんて、こんなすっごくキラキラした世界やのに、そんなの。あなた方も騎士のお仲間なのですね。そうだよ。ねえねえ、ハイタイ。私はカオリ、よろしくね。ねえねえ、ハイタイ。すみません、聞き慣れない言葉で。私の故郷の言葉さ。ねえねえはお姉さん、ハイタイっていうのはこんにちはって意味。なるほど、それでは、ハイタイ。素敵な言葉を教えていただいたこと、嬉しく思います。異邦の地よりお訪れしお二人、どうかゆっくりこの蜂蜜ミルクの湯で疲れを癒してください。わあ、本当だ。お風呂のお湯、ドロドロで甘々さ。それじゃあ、お言葉に甘えさせてもらいます。おおきにな、お姉さん。
ねえねえ、お姉さん。ん？お姉さん、どないしたん？いいえ、お気になさらず。それよりもいかがでしょうか、キャッスル・オブ・パルフェの大浴場は。いちごジャムのシャンプーとかもあってデージ面白いよね。髪を洗うとき自分がパンにでもなった気分だったさ。面白い例えをするのですね。やはり違法の方にとってこの世界のお風呂はキーに移るのでしょうか。そうやね。ランドソルにもセントールスにもこんなハチミツミルクの湯なんてあらしまへん。いい匂いやしベタつかないしまるで絵本の中の世界みたいで胸がキュンキュンするわ。ジオテオゴニアはマホマホ王国と同じくらい素敵なところやな。そうですか、気に入っていただけたのなら何よりです。ところでマホマホ王国とは一体？マホマホ王国はマホマホ王国どす。そしてうちはその王国のプリンセス、マホ姫や。まあ、あなたもプリンセスだったのですね、マホ姫。あなたもって？申し遅れました。私はライラエル、ジオテオゴニアのプリンセスです。どうぞよろしくお願いしますね、お二人とも。ねえねえってお姫様だったの？そうなるとうちとライラエルハンは姫仲間ってことやな。にしてももっと早うプリンセスやって言うてくれたらよかったのに、いけずやな。それはその、子供たち以外からお姉さんなどと呼ばれるのが新鮮なものでつい浸ってしまい。あー、ならライラエルねえねえって呼ばせてもらうね。あ、そうだ、せっかく知り合ったんだしごちそうさせて。ごちそうですか？うん、私の故郷の料理食べてほしくて、お近づきの印さ。とてもありがたい申し出ですが、あなた方をもてなすべきはむしろ私の方で。遠慮なんていらないさ、材料とかはいろいろ持ってきてるしキッチン借りるね。さっそうと言ってしまいました。香りはとてもおおらかで朗らかな方ですね、まるで太陽のように。そうやろ、いつもうちに元気をくれる大切な仲間なんよ。もうブルムってば、また掃除をサボろうとして。ライライル様の従者としてしっかりその自覚を持って。はあ、たく、姉貴はうるさいんだから。お、ああ、リンド、ブルム、ちょうどよかったさ。キッチンってどこね？キッチンなら向こうですけど、何かご用ですか？お姫様に私の故郷の料理を食べてほしいと思って。チャンプルーっていう炒め料理さ。チャンプルー、聞いたこともない料理ですけど、ジオテオゴニア以外の料理どんな料理なんだろう、気になるかも。はぁ、香里さんでしたっけ？よければ料理してるとこ見せてもらっていいですか？もちろん、いい
に決まってるさ。気になるなら作り方とかも教えてあげるよ。ちょっとブルム、そんなこといきなり頼んでも迷惑でしょ。いやいや、これも勉強ですって。異世界の料理を見る機会なんてなかなかないし、メイドのお仕事にも役立つんじゃない、姉さん。そうだよ、初めて立つキッチンだし、見ててくれたら私も安心さ。みんなも興味あったら見てってね。確かにそうですね。わかりました、ぜひお手伝いさせてください。よーし、掃除サブル口実ゲット。なあライライル、はん、うちなジオテオゴニアに来れて本当に幸せなんよ。だってここはうちの理想にとっても近い世界やもの。昔から夢見てたおとぎ話みたいな景色で私にとっては城塞都市ランドソルこそがおとぎ話のような世界でしたが、魔法姫にはそう見えるのですね。そうや、ジオテオゴニアはうちにとって夢の世界。その国のプリンセスももちろん大好きや。まあ、ありがとうございます。ですがそう面と向かって好きと言われると少し照れてしまいますね。堪忍な。せやけどこれがうちの正直な気持ちやさかい、ジオテオゴニアもライライルハンも大好きや。せやからこそうちらがなんとかせなって思うんよ。それは現在この世界を荒らしている魔物たちのことでしょうか。そうや、うちの世界の魔物たちがこっち来て暴れとる。この平和な世界に争いなんてちっとも似合わへんのに。せやからうちもみんなのことを精一杯守りたい。つまりうちとライライルハンは姫ってだけやなくて、同じ宝物を大切に思う友達同士なんよ。なんと頼もしくありがたい言葉でしょう。感謝いたします、異邦の友人。私にとってジオテオゴニアは何にも代えがたいもの。きっとあなたにとってのマホマホ王国と同じように。だからあなたの力を貸してください。私もきっとあなたの力になりますから。せやな、お互い助け合いながら頑張ろうな。今後ともよろしゅう頼んますライライルハン。ええ、こちらこそ。こうして同じ湯に浸かり同じ思いを分かち合うことができてとても幸せなひとときとなりました。ああ、そういえば話は変わるけど一つエイドスか。ええ、もちろん。どうかしましたか。さっきからずっとお湯に浸かってたからな、もうそろそろのぼせてしまいそうやわ。すみません、私長風呂だそうで随分と付き合わせてしまいましたね。今日の見たこともない素材が使われていますが、おやっぽいものとか豆腐と
かを炒めて作ったよ。これがチャンプルーさ。香織さんに教わりながら野菜などの下ごしらえを手伝わせていただきました。ブルムは何もしてないけど。いや、ちゃんとしたし、お皿出したりとか。私の従者がお世話になったようですね。それでは早速いただきます。はあ、うまい。ナイラエル様、あれ大丈夫ね？もしかして苦いの嫌いだったりした？いえ、苦いのはある程度平気なのですが。なら、うちも。うん、やっぱり美味しいな、香織はんの料理は。野菜のコクの中にほんのり体が熱くなるような味も。あ、わかった。実はちょっぴり隠し味も入れたさ。故郷のピリ辛調味料、食欲が出るよ。その料理、私もいただきます。まあ、少し苦いですけど。ピリ辛って感じですね。こっちではあんまり味わえない刺激かもです。これほどまでに辛い料理だというのに、魔法姫もブルムたちも平然と。あれ、もしかしてねえねえ、辛いのダメな人？ごめんね、作り直してくるさ。いえ、大切な客人が作ってくれた料理を酷使たる私が残すなどという無礼を働くわけには。ライラエルハン、無理はせん方が。美味しいと感じてはいるのです。ただ辛さがそれをはるかに上回るだけで。なんと手ごわい。ですが必ず完食してみせます。